んにちは、池田真子です。はい、今回はクローゼットのお片付けをしていきます。私ね、引っ越しのタイミングで一旦ババって詰めて、でそこからね手をつけてないんですよ。せっかくならお片付けも動画にしたいなと思ってしばらく放置してたんですけど、なのでもうね、服が溢れてたりとか、いろいろ使いにくかったりっていう状態なので、ここからね洋服の断捨離もしながらお片付けしていきたいと思います。その前にビフォーの状態こちらです。はい、あんな感じでね、もうねここもそうなんですけど、開けっぱなしだったり、もうこの辺ねごちゃごちゃしてたりとか、洋服の位置もバラバラなので早速やっていきます。まずはじゃあ断捨離からですね、見直していきます。言ってもね、引っ越しのタイミングで一回断捨離はしたので、そんなにないはずなんですよね。はい、まずこちらです。これ両方ユニクロなんですけど、こちらはね数年前に買ってから一度も着てないので手放します。もう一つの方もユニクロで別のねモコモコのアウターを買ったので、こちらは手放します。お家自体はね前よりも広くなったんですけど、クローゼットがね今回の方がね若干狭いんですよね。なのでその分減らさないとなっていう感じです。はい、あとこちらで似たようなボアジャケットなんですけど、今年ねザラで新しく購入したので、このシーンで買った方を手放したいと思います。こちらのダウンもねすごい可愛いなと思ってたんですけど、なんか丈が長くて意外にこの冬出番が少なかったので、容量的にももうオーバーしてるので手放します。アウターを減らすとちょっとやっぱゆとりができますね。1は後で買えるとして、似たようなプリーツスカート、どっちも可愛いんですけど、色味的にね私こっちの方が合うと思うので、こちらを手放します。袋袋に入ってたやつですね。可愛いんですけどね、これやな。はい、次こちらミニスカートですね。なんか気分的にねミニスカートとかこうショート丈のもの履きたくなるんですけど、今年ねザラでショートパンツ買ったんですよ。でもうミニが履きたいっていう時はこれで満足できると思うので、こちらの2着はね手放そうと思います。はい、あとこれね断捨離するやつじゃないんですけど、ザラのハイウエストパンツがねお気に入りで、全部で7種類ありますね。はい、あと上にも実は服を入れてて、もう本当に収まってないんですよね。はい、こういう厚めのニットワンピースとかニットカーディガンもねもうちょっと満足したので手放します。よいしょ、この辺りは春服ですね。はい、まだニットあります。これお気に入りのねザラの黄色のニットです。これすごい可愛いんですけど、私やっぱりハイネックがねちょっと似合わなかったみたいで、今年シーンで別の黄色のニット買ったんですよ。でそっちの方が似合うなって思ったので、可愛いんですけどこちらは手放そうと思います。いつも洋服はね周りの方に譲るんですけど、本当に全部綺麗になくなって周りの方もすごい喜んでいただけるので、すごい状態も綺麗なのでね、また誰かに着てもらえたらなと思います。こちらのニットも手放します。はい、あとこちらねパジャマなんですけど、去年ねこちらをいただいたので、もともと持っていた方のパジャマを手放そうと思います。自由な、これ可愛いですよね。でね、私洋服は好きなので、持ち物の中でも一番洋服が多いと思うんですけど、実はねこのカメラの下とか、あとベッドの下にもね洋服があるので、そちらも見直していきます。はい、他にこちらの洋服を選びました。一応見せると、まずこちらねすごいショート丈のトップスになってて、結構お腹もしっかり見えるので出番が少なかったので手放します。はい、こちらはザラのキットの洋服なんですけど、こちらももう満足したので手放します。はい、あとユニクロのニットですね。これすごいお気に入りでめちゃくちゃ着たんですよ。でもよく見るとねもうちょっとよれてきてて、なので手放そうと思います。はい、こちらもねすごい可愛い洋服なんですけど、結局一回も着なかったんですよね。なのでこれは綺麗なうちに譲りたいと思います。はい、これはフリーズマートの洋服で、すごいねフリルとかも可愛いんですけど、こちらも十分ね満足できるぐらい着れたので手放そうと思います。はい、こちらもフリーズマートのスウェットですね。これもねすっごい形も可愛いんですよ。こちらもお気に入りだったんですけど、まだ最近ねいろんなスウェットとかも買ったので、新しいものを取り入れた分手放そうと思います。まあ、洋服もねお気に入りのものを長くずっと使うっていうものもあれば、私結構新しいものをどんどん取り入れたいタイプなので、まあその分取り入れた分手放してっていうのを繰り返したりもしているんですけど、洋服に対する価値観とかもね違うと思うので、皆さんの性格やお好みに合わせて選んでみてください。
はい、じゃあ今ね、洋服がもうアウターパンツ類、アウターバッグ、トップス、スカートっていう感じでね、バラバラな状態になっているので、これをちょっと写し替えていきます。で、こちら 3COINS のね、コットン蓋付きワイド収納バックス、これも追加で購入したので、上の収納に使いたいと思います。じゃあやっていきます。はい、ということでお片付け終わりました。パッて見た感じ、すっきりしたの分かるかな。じゃあどういう風に収納しているのか紹介していきます。はい、じゃあ順番に紹介していきます。まずこの上の段は全部不織布の収納バッグに入れてます。ここには布団だったりとか季節外れのものとかを入れてます。上の2つはね、空なんですけど、また今後洋服が増えた時に手放しものを入れておくフリースペースです。はい、こちらは1年分のアウター類をかけています。今春なので、春のアウターがこの手前に来ている状態です。こっちちょっとまだ袋に入れてないのもあるんですけど、これちょっと今後クリーニングにね、出そうと思ってまだ出せてないアウターです。で、この前の部分をね、ちょっと開けておいたんですけど、ここは、はい、こんな感じでね、次の日の洋服だったりとか今後着たいコーデをかけておくスペースにしました。コーデを組む時もね、なんかこういうイメージで合わせられたりもするので、ここはフリースペースです。あとおすすめのスミハチっていう除湿剤は、こんな風にね、キャンドゥで売ってたクリップで挟んで吊るしてかけてます。で、ここは突っ張り棒に帽子をフックでかけました。はい、この反対側の上段は全部セリアのね、袋に入れてます。使用頻度の低いバッグや季節外れのバッグとか紙袋とかも収納してます。で、こちらがトップスとかパンツ、スカート類、バッグもかけています。今こちらの一番奥にあるのが秋冬のアイテムで、そこからできるだけこう色の順に合わせてかけています。このハンガーはダイソーのハンガーです。ここはブラウス系と、あとあんまりね、シワがつきたくないトップス類をかけています。トップス類のハンガーはキャンドゥで統一しています。この上の部分が全部シルバーになるだけでも統一感が出ますよね。で、こちらのハンガーはセリアで販売されているもので、下からね、90度ねじれているタイプで、バッグをかけています。これ撮影とかで荷物が多い日に使うバッグとか、お買い物バッグとか、トートバッグ系もかけてますね。このハンガーもね、キュッてすると、そんなにかさばらないのでおすすめです。で、下は全然変わってないんですけど、使用頻度の低いものとかを収納してます。隣が寝室なので、布団乾燥機置いてたりとか、これはスチームアイロンのセットを置いてますね。まだシール剥がしてないです、無印の。あとこれが、訪問片付けの時に行くセットなんですけど、収納ケースとかもね、別の部屋に収納してるので、ちょっとまた後で移動させようかなと思います。ここが冬用のアイテムとか、セラミックファンヒーター隠してますね。で、反対側は冬用のニットたちです。ニトリのね、キャスター付きのケースにまとめて収納しています。ここにもスミハチの除湿剤置いてます。はい、今回はこんな感じで完成です。ちなみにビフォーアフターで比較したのがこちらです。はい、ということで今回はずっと放置していたクローゼットのお片付けをしました。こういう風に見える位置のケースとかはできるだけ統一するだけでスッキリして見えたり、ハンガーもね、上の部分の色味揃えるだけでも統一感が出るので取り入れてみてください。またね、他のお家の場所でお片付けするときは動画撮ろうと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、この動画が良かったなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。